はい、ということで今日の動画はね、ちょっとコメントまたね、明日の動画で見ますから、すいません、本当遅れて遅れて、明日の動画でもお返ししますから、ぜひぜひお待ちください。今日の動画のコメントに関してはこうね、ちゃんと大会出たいですっていう人だけ、プレステ4の出たいっていう意思表示とプレステ4の ID を書き込んでください。お願いします。パーズドン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 。ということで、茶まやげカップ予選を開始します。予選はね、4枠。本戦があって、本戦はもうレート戦とか強い人ばっかり、日本代表とか。で、このね、YouTube を見てる皆さんで、プレステ4で、無線回線じゃなくて有線回線だよと。で、俺もね、一発勝負だったら勝てんじゃねえか、みたいな。レギュレーションはね、一発勝負。ホームアンドアウェイとかじゃなくて、一発勝負だったら勝てんじゃねえかっていう人、この動画にコメントください。予選で、俺絶対出れる、出て、勝ってやるっていう人は、この動画にコメントください。日時はね、24だ。来週の、だ1週間後、来週の日曜日の夜8時から、まあ、多分3時間ぐらい。で、すごい、募集がね、ツイッターとかニコ生でもやってますんでね、すごい募集が集まったら、ちょっと大会はできないから、まあ、レートでね、レートとか勝率とかを、鑑みてやるんで、その時はまた、で、ちょっと上からね、4人募集っていうことになるかもしれないですけど、とりあえず32人募集します。で、32人ね、で、予選大会やりますから。で、ベスト4まで残ったら、勝ち。で、ベスト4からは配信があるのかな？俺らが配信するから、シェアプレイしてもらって、その映像を見て、まあ実況解説みたいな。ということで、まあね、噂によると、ウィニングイレブン、2015で終わりなんじゃねえかよなんて言われてますけど、まだわかんないけどね。本当にそうなるのであれば、ウィニングイレブンの最後の日本一を決める大会になりますんで、ぜひぜひ皆さん参加して、まあ、誰でもいい。予選は誰でもいい。で、そこで勝ち残って、ベスト4まで。だから32から4だから2回勝てばいいのか？違う。32、16、8で2、3回勝てば本戦出場。めっちゃ強い奴らとやれますから、ぜひぜひお願いいたします。さあ、皆さん、ね。胃の中の蛙、最初は胃の中の蛙かもしんないけど、身内で強いとかさ、地元で1位とか適当に言ってても、もう全国には亡者たくさんいるから、ね。強い人見とこう。ということで、チャマはね、運営として、はい、本戦からなのかな、一応でも予選から出ようかなって決まるけど、まあ、全然出れないっていう可能性もあるのよね。運営で配信しながらやんなきゃいけないから。まだとりあえず、チャマともやれるし、他の強い人もやれるから、ぜひぜひ、みんなで、最後の日本一、大会盛り上げよう！だから、このコメントにお願いします、動画に。あ、下のね、紹介文？あ、どうしようかな。まあ、コメントの方がいいか。コメントください。で、その時に、もう一回ね、前に告知したやつはちょっとなしで、もう一回、すいませんけど、もう一回この動画に告知、コメントしてください。うん。で、それ以外のコメントはちょっと今回は、なしにしてから、ちょっとね、整理しやすいから。それ以外のコメントは、ちょっと今回なし。だから、出たいですっていう人のコメントで、自分のプレイステ4の ID と、あとなんだろうな。あ、プレイステ3の ID と、Twitter とかね、あればアカウント教えてください。ということで、皆さん、お願いします。どんどん募集してます。一応ね、募集は、22ぐらいまでやってるかな？ 22 と23。まあ、とりあえず前日まではやってるよっていう感じなんで、ぜひぜひ募集お願いします。パー！みんな集まってくださいな。日本一決めましょう。ドゥン！パーパーパー来て、はいはいはい、スンスンの、はい、905VS! ドドンスン 896! いけるか？これギリいけんじゃない？いける。4はもらえるよ、多分。勝つしかにゃーなー。勝つしかにゃーなー。いや、でもね、なんかこう、最近ね、裏ケアができてないのかね、三角マックス通されまくるから、まあ、イブラとかね、クリロナとかさ、いるとまあ、ほんとボランチあたりから三角マックスでズドンみたいなのにやられてるから、もうゲーム、試合壊れちゃうみたいなこともね、結構あるんだけども、やるしかない。ガム噛んだままだったね。うん。はい、行きましょう。お願いします。はい、スンスンパ。
落ち着いてな、落ち着かないな、ホームだから言うて、ホームだから冷静にね、相手の動き見ながらワンツーね、ワンツー、はい、裏ここね通してくると、ワンツーとスルーパスロングね、はい、ライン上げると、いや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 、ルーニーちゃん俺信じてたのに。で裏と、最近これすごい多いね、やっぱあの CL ガチャのせいか、適当に出しても通るような人が多いから、ほらほらここずれちゃう、オッケー。やばいやばいやばい。これズドンあるよ。おー、あぶねー。シールガチャでね、なんかいいフォワードを集まって、もう適当にスルーパス出しても通っちゃうからね。コナミさん優しいよね、本当に。ここはないんじゃないかな。ここは何もできないんじゃないかなと。ここは走らせて、避けながら、惜しいなあ、あそこまさかと思ったでしょ、チェルシーかと思いきやだからネイマール出しちゃうよ、邪魔は。俺は前行こう、あー勝てないか、リードじゃ、リードじゃ無理ね、もう何もやってこないから裏だけでいいんじゃない、裏だけで、はい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 、サイド、いやー、そっち行った。足が違うな。左手蹴ってたら、このちょうどいい巻き方してパス通ってたのに。三角も持たなくていいね。はいはい。結局ね、根下だから。根下打たせなきゃいいんだよね。はい、これが通っちゃうんでしょ？打てない、邪魔、落ち着け邪魔、ベインズじゃないんだよこれ、誰か、あそうだ、こっちのチームね、当てる人がいないんだよな、誰か誰か誰か、いやチェルチでいいか、見せかけてスンスン上げろ、間に合わない、ネイマール来た、ネイマールでもここやることないと、チャマ君ネイマール使えないからね、勝ってない、ここで取る、ナイス、逆サイト見せかけて、はい開いた、こっち、いやー微妙、いやチェルチマジか、結局は根下なんだからさ、やばいやばいやばい、下がっていいよ下がっていいよ、オッケーオッケー、中来る中来る、オッケー、はい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 、あー遅い、いい、四角は押さなくていいよ、四角は、四角は押さない、四角は押さない、はいはいはい、お、オッケー、ファールしちゃった、ちょっと早かったね、ヒールリフト、コンカ、裏パス、あとなんだ、ワンツーの、まあ、強いと言われている行動、結構みんな知ってるね、この人は、イブラじゃやることないんじゃない、何してんの、よし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 、いやここバツで通しやすいと、いやー通った、あ読まれてるね、やっぱチェルチそうなるときついな、本家が決まらないとなるとチェルチはきついよ、そこ読むか、結構ズドンもありそうな位置だけど、足出してくるな、結構足出してくるね、さあ右サイドから上がっていく、オッケー、あ
セーフティーセーフティーセーフティーしかないからね、パス出すところが。いやいやいや、おおおお、ヒールヒールリフトル、やばいやばいやばい、うわ終わった。 OK、 走れネイマール、なんで止まったの。姉ちゃん適当パスダメ。 OK OK、 よし、逆にね、今度はこっち呼んでくると、あ、やっぱちゃんとしっかり考えてやってるんだこの人は。やばいやばいやばい、よかった。バラあの位置だとズドン来ると、確かに根下なかなかね。いや前来い前来い、 OK、オッケー、ゴール、ナイスゴールゴールゴール、決めてくるね今度はね。ちゃんと読んでくる人の方が崩しやすいね。読んでくるからこの人は、さっきの根幹のやつで分かったね、キマニキをちゃんと読んできて、次はこっち次はこっちでやってくるってことは、読んでくると。邪魔のナイスコンピューターが弾き出した答えはアグエロワンツーのど真ん中ズンでございましたよ。いろんな選択肢がある中で、はいはい、おっとっとっと、やめろ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 、あ、来た来た来た、ここはまあもう焦んなくていいんだよな、これ次はどう出てくるかって感じだよね。あー惜しい、ひっくりか、 OK OK、 危ない危ない、うわー、さあさあ、これワンツーがあるからやばいんだよな。バラン、やめろやめろやめろ、これはきつい、中中中中、オッケー。あれな、普通にヘディングになっちゃうからな、ちょっと遅く四角ボタンを押したらシュート、足のシュートになったりすんのかな。ワンツーちゃんとケア、裏ケアしてるよね。いやいや、おアグエロ動け動け、おっしゃ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 、トリが苦手なんじゃない、この人トリのディフェンス苦手なんじゃない。これなあ、前に行かないでほしいんだけどな。いや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 、はい、いやいや危ないよ、落ち着け落ち着け落ち着け、いいよ、いらないいらないいらない、外逃げてもいい、中に戻して、そうそうそう、邪魔いいぞ、危ない、読まれてる、前前前前前、オッケー、いやー怖っ、ナイス、アグエロ走れ、アグエロ、こっち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 、そう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 、危ない、選択肢取らせる、よし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 、向こうの方がいい、よしよしよし、来た、よっしゃー読み勝ち、根下と見せかけるトラップからのズドン来たかもしれん、まだ分からんけども、まだ分からんけども、そして追い打ち、クリロナ、アグエロ、ネイマール、モドリッチが、ルーカス・モウラ、いや、ルーニー、あー、微妙だな、迷うな、まあ、ルーニー、闘争心あるから、ここ、ケディラぐらい欲しいけどな、マスケラーノ、ボアテング、マスケラーノにしとくか、勝ってる時に、アンカーみたいなさ、ね、ケディラ入れとこうかな。ケディラ好きなんだよな、好きだけど一軍でちょっとねコスト的な問題で使えないんですよね。うわー惜しいな、
はい、読んでることを読んでる。あー惜しい。これはワンチャンあるな。裏出せない。何やってんだろうね、チャマはね。かゆいかゆい。オッケー。オッケー。勝てる。あ、オッケー、危ねえ。2-0 だからね、1点取られたらこの時間だったら同点あるからな。そして落ち着いて。ああ読まれなかった。アグエロ走らせてたんだけどね。あ、オッケー、危ね。結構危ないことするね。はい、1枚剥がして、チャンスチャンス。あー届かないか。いい、マスケラーノ戻って、下がって下がって、そう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 、はいはいはい、いける、いけない、オッケー、オッケー、はい、ナイス。やぶねー。これ、タラコ先生にね、教えられた、プレイを決めすぎないっていうのをね、意識してやってたら、相手がね、すごい決めてるんだよね。だからね、結構早めのスライディングとか、これはちょっと普通に判断してたら間に合わないっていうのを、いや、もう多分こっちするだろうな、みたいな感じで予想でできちゃうから、ジャマーいけるよと、この試合。オッケー。あー今の上手ね。うん、すぐ裏だもん。裏一本これ通さなかったら何もできないよと。こっからどうすんのと。こっからどうすんの、こっからどうすんの。はい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 、はい、終わりー。ぬー、邪魔ー。勝った勝った勝った、ゴール。ええで。パー、よく900いった。そして相手を引きずり落としたぜ。そろそろチャマのレート戦見えてきたんちゃうかということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また応援よろしくお願いいたします。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。